はい、ペンギンっす。まあちょっと配信前に撮っておこうかと思って、来ましたね。あれ、音出てんのかな。オッケー、音出てないな。出てる。オッケー。まあね、正直ね、もう4、5年やってるわけで、ちょっとマジで正確にいつからやってるのか記憶ないな。後で調べてみますけど、100人いきましたね、チャンネル登録者数が。でね、まあ正直ね、なんか、もう4、5年もやって、ようやく100人いったんでね、もう正直、なんか、今更100人おめでとうみたいなことをやりたくないんですよ。恥ずかしくて。なんで、まあ、まあ、さらっとね、まあでも100人はいったんで、別に嬉しくないわけじゃないし、ってか、まあ、どっちかっていうと嬉しいんで、まあ、よかったな。ありがとうございます。もう皆さんのおかげですね。ありがとうございます。ただ、まあなんか、おめでとうございますって言われるのもちょっと恥ずかしいんで、ね、まあなんかさらっと流していただいて結構なんで、でも感謝はしてますね、皆様にはね。ありがとうございます。こんな雑談ばっかのね、動画クソみたいな雑談しかしてないですけど、お付き合いいただいてね。でね、まあこれも多分154、あれ5とかですよね、もうマスターオブエピックも。今年の1月1日にね、100回迎えたばっかりなのに、もうすでに150回超えてますね。早いもんでね。まあ、ちょっと、前だとゲーム実況ね、なんか別のゲーム2本やって、で、合間になんかマスターオブエピックで雑談してるみたいな感じだったんですけど、今こっちがメインコンテンツになっちゃったんでね。まあ、早いのはしょうがないかなとは思いますけど、で、まあ、ね。で、最近ね、トップページにね、動画の総数も表示されるようになったんですけど、多分これが799本目の動画になりますね。まあ、なんか、ね。一時本当に毎日上げてたこともあって、まあ今年入ってからも結構ね、動画上げてましたし、まあ、休止入る前もね、結構、毎日上げてたりとかもしましたんで、まあちょっといろいろあって何本か、1、2本削除してると思いますけど、まあ、ね、割と早いペースで、やってきましたんでね。まあ、800本。これの次の動画が多分800本ってことになるんじゃなかろうかと思ってますね。まあ、そうでしょう。こいつが多分799本目。さっき見たらね、798本だったんでね。こいつが多分799本目の動画ですね。じゃあ次回800本記念とかやるのかって言われたら絶対やんないんですけど。まあ、なんか 1000本目ぐらいはね、マスターオブエピックで動画1000本いったぜ、みたいなね、ことは言うかもしんないですけど、別になんか、祝1000本目みたいなタイトルに絶対つけないですね。そんならもう、だって来月、もう何周年かわかんないですけど、周年祝いが待ってるんでね、周年祝いの日どうしようかな。もう、また朝まで生配信とか言うとね、絶対途中で寝るんでね、やりたくはないですけど、まあ、なんか記念動画あげるか、まあ配信やるかですよね。まあその辺も、おいおい決めていこうかなとは思ってますけど、その日ちょうど休みが取れなかったら動画で、まあ休み取れたら配信やってもいいかなとは思いますけど、朝までね。朝まで誰が付き合うんだって話ですけど、本当に。まあまあ、そんな感じで、登録者100人でね、ありがとうございますってことで、で、まあ、今日は、ちょっと採掘しながら雑談をね、
まあ、2日続けて休んじゃうのも嫌なんで、うん、雑談していきますね。僕ね、最近 DJ バーでバイトしてるじゃないですか。うん。なんでね、将来的に、地元で DJ バーやりたいんですよ。うん。ね、なんか、前々からね、その、自分の今、本業と別に、もう一個、ね、お店欲しいなとは思ってたんですけど、うん。前はアパレルにしようかなと思ってたんですけど、まあ、正直ね、絶対儲けはないんでね、うん。赤になっちゃうだろうとは思ってるんで、うん。まあ、道楽で完全にやろうと思ってたんですけど、ただもうなんか、こっち、DJ バー、地元で開いたら割と、うん、いいんじゃないかなっていう結論に達したんで、まあでも、ね、なんかこう、10年近くは先の、10年 ?7 年、8年は先の話になっちゃうんじゃないかなとは思ってるんですけど、なんか出そうかなって、将来的にね、思ってますね。なんかこう、多分僕は本業より、なんかバーの方が向いてるんじゃないかなって自分ではちょっと思ってて、だからまあちょっとね、でまあなんかまあそんなに具体的には言わないですけど、まあなんか地域環境的に多分合ってると思うんですよね。あとテナントだけ見つかればまあなんかいい感じにできそうな気がするんですよ。俺はね。と思ってるんですよね。一応、採算も取れるんじゃねえかな、と思ってますね。割と早い段階で、まあ、例えば金借りて出店したとしても、まあ、割と早い段階でペイできるんじゃないかな、って睨んでるんですけど。夢はね、語るだけならただなんでね。で、多分 DJ バーか、C 社もいいと思うんだけど、 C 社はね、地元にね 2,3 軒あるんですよね。なんでちょっと、まあ競合店があるのと、まあその数年後に、まだ C 社が流行ってるかどうかちょっと怪しいとこあるじゃないですか。あの DJ バーだったらそんなに廃れることはないと思うんですけど、ちょっとね、そっちこそ採算取れるか、まあ多分 DJ の機材揃えるよりは C 社のね、方が多分安く済むとは思うんですよ。どうしてもね、酒は出したいんで、C 社バーにするか、まあ、DJ バーにするか、みたいなね、ところをちょっと考えてるんですよね。まあでも C 社は、そうだなぁ、まあ競合するし、そう。どうだろうな。っていう感じですね。まあなんならって別に DJ バーで C 社やったっていいんだけどし。あ、業態が違うからできないのかな、そんなことないよなぁ。で今はちょっとずつね、バイトしながら、ちょっとずつマスターから、そのね、ノウハウを盗んでいこうかなと思ってるんですよね。まあ、マスターの店とは競合しないんでね、まあ、問題はないかなって思ってるんですけど、まあ、さすがに僕も、7、8年後にまだバイトしてるかどうかはわかんないですからね。というわけで、まあ、出すと。バーの居抜き物件があればいいんですけどね。まあ、音を出すんでね、やっぱ地下が一番ベストだと思うんですけど、なかなかね、ちょっとね、この前チラッとね、物件を見たんですけどね、いいのないね。地下がいい。地下でバーの居抜きだと最高なんだけど、そもそも、ね、地元にそんなにバーがないっていうかね。
そうなんですよ。まあそんなわけでね、まあちょっとね先々のことも考えてますね。バーの居抜き物件があれば、あとはもう機材とさ酒とかあればできるわけじゃないですか。うん。でね、知り合いの元バーテンダーがね、うん、いるんで、ちょっと誘って一緒にやんねって誘ってみようかなとかいろいろ考えてはいますね。こういうのね、本当にね、考えるだけで楽しいですよね。本当にね、実現するかどうかは別としてね、うん、語るだけなら、夢語るだけならただだからね。という方で今日はね、そんな語りをしていこうかなと、うん、思ってますけど、まあそんなに語ることもないんだけどね。まあでもなんかこうね、機材とか内装とか考えたりするの絶対楽しいじゃないですか。うん、だからもうね、だから最初だからアパレルは出したいなって思ってたのと、まああのバーは考えてなかったんですよ、やっぱ。うん、働いてみる前は多分向いてないなって思ってたんで、うん、まあ全然なんかバーやりたいなって思ったこともなかったんですけど、うん、ちょっと今ね、バーで酒作って出すのとか楽しいんでね、うん、なんかそうやってみたいとこはあるんですけど、さすがにね、ちょっと今本業の方を捨てるわけにはいかないんでね、うん、だからまあ副業、うん、まあ僕は副業 OK なところにいるんで、別に、うん、やる分には問題ないですけど、うん、まあなかなかね、うん、1点やってると、ね、うん、なかなかできないですよね、そっちの仕事あるんでね。うん、酒、自分の好きな酒を置いてね、DJ 機材を置いて DJ やりながら酒提供してさ、いいっすよね、楽しいなと思って、うんね、またたまに、ね、知り合いの DJ 呼んでパーリーしたらいいですよね、楽しいじゃないですか、もうね、それだけでね。これさ、なんかちょっと移動速度落ちてるような気がするんだけど、気のせいですね。うん、全然大丈夫でした。うん。で、まあまあ、あと、今、8時半なんで、あと1時間半ぐらいしたら、配信ですね。うん。なんで、まあ、それまでに動画を撮り終えて、まあ、明日ね、ちょっと、イベントなんで、まあ、今度動画が上がってる頃には、うん、あのイベント、ね、同人誌即売会に行ってると思うんで、はい、ね、今のうちに動画撮って編集しておかないとね、あともう酒飲んじゃうんでね。あ、酒飲んじゃったらもう編集なんかやんないですからね。まあというわけで、まあそう、DJ バーをやりたいと。まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、あれじゃないですか。お酒、出してもらうじゃないですか、お客さんに。お、一杯どうぞ、つって、マスターもどうぞ、みたいなこと言われたら、え、いいんすか、いただきます、みたいな感じでね。うん。ね、アブさんを飲み始めると。クランデスティーヌが約9000円なんで、例えば1杯900円として設定しても、うん、もう10杯飲んだら、ペイできるわけですよ。いいですよね。うん。いや、最高の職場だなと思って。状況食える。あ、食えた。あー、そう、クランデスティーヌはもう置いたろうと思ってね、うん、ドラフロイグの
10年とね、うん、最高ですよね。あ、いやー、いいな。ただね、どうしてもね、もうなんかまあ地域性の問題なんですけど、多分メインの客層が多分学生みたいな感じのイメージになっちゃうと思うんですよね。うん、だから、うん、まあね、お酒出してくれるほど多分余裕はないんでね。うん、だからお酒の代金も抑えないと、料金も抑えないと、うん、なかなか学生が来づらいってなっちゃうとね、僕はメインの客層を学生で考えてますんで、うん、ね、だから年格も大変ですよね、そうなってくると。うん、お、名手結局上げてねえな。まあいいでしょう。モノマネ、最終的にモノマネを上げるってことで落ち着いたんでね、まあまあまあいいんじゃないかろうかと思います。で、ちなみにスキルいくつなの今。ちゃんと上がってるこれ。A1 ランラーメン屋じゃないですよ。84.3。 上がり渋いな。おばはんの木工より上がり渋いな。だってあっちもう94ですもんね。あんならもうこの後の配信で行っちゃうんじゃないかな。そんなことないか。絶対行かないな。あと 2,3 回配信すればなんか行っちゃいそうな気がするんですよね。行ったらもうあとは配信ね、こいつの出番なんでね。店舗型ハウスのね、材料を集めに行くっていう配信をね、多分やると思うんでね。完全に DJ バーの話飛んでたな。そうそうそう、 DJ のね、学科がある音楽学校がね、近くにあるんで、その客狙ってんすよね。だってその学校で練習して、まあ、自主練として平日フリースペースとして設けとけば、まあ来るじゃないですか、いっぱいやりに。練習がてら、これですよ。これはちょっと狙ってんすけど。まあまあまあ、夢をね語るだけならただですからね。こういう話するの好きなんだよな。宝くじ当たったらどうするみたいな、結構あれね、酒飲んでる時のつまみとしてはいいですよね、あの話、あの手の話は。もう夢があってね、絶対実現しないんですけど、いや、もうなんか楽しいですよ、本当に。もうね、仕事疲れたみたいな話するの本当クソですからね、本当に。マジ僕は絶対に飲み会で仕事行って、いやいや、それダメだろ。あれ、ちょ、精霊クリックできねえ。もういいや、もうあいつは放置ですね。ここにもいるじゃん。精霊多いな。精霊を駆除するのペンギンの仕事ですからね。やっときましょう。そういうわけでね、まあ、あれ何の話してたっけ。です。で、まあもう20分喋ったから、あ、まあ多分ちょっとね、喉がガラガラすぎて、めっちゃ咳したんで、多分そこカットしてるから多分20分は喋ってないと思いますけど、まあ一応録画20分いってるんで、もういいっすかね、この辺で。はい、じゃあまた次回お願いします。ありがとうございました。精霊倒したら落ちますじゃねえや、これ配信やるから、移動させなきゃ上まで。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。